なになに、でも愛地獄って言うくらい、ああいや、なんかさ、壁尻みたいになってるって。ゴーヘルゴーを突き落としていこう。ここはイベント来た。グラウンド、いや砂場みたいだけど。このユニーク亡者の松井さんをね、今度は愛地獄に連れて行ったんですけどね、そしたらまだイベントらしいです。スイッチ入れまーす。なになに、でも愛地獄って言うくらい、あおいや、なんかさ、壁尻みたいになってるって。前から見たら、なんかこのポーズいいですね。これで全く動けない女の子をいたぶるっていうものなんか愛な気がするね。この自覚に人を発見して、それでお金を儲けるってどういうシステムなんだ。いいね、このポージングいいね。胸も大きいし、乳袋が出てます。砂崩れて飲まれる。これ深、この砂底がない。愛地獄だからね。地獄に助けがあると思うぞ。助けが来るわけない。だって私をここに入れ、しかもスイッチを入れますっていうことはさ、意図的に人間が作った地獄ってことになるからね。こんなことをして何のお金になるんや。 なんだあれか、この様子をさ、富裕層の人たちがさ、見物に来とう感じなんじゃ。お金を払って見に来とう感じなんかな。そういう感じの小的な感じなん。なんか怪事で見たことがある。こういうのでお金稼ぐとか関係ない。TI グループのやり方じゃないか、お前。わー、シャリンガンみたいな発動してる。シャリ配達で鍛えた根性。物理的には足が沈む前にもう一歩進めば砂に飲まれることはないはず。何その水の上走るための理論みたいな。むしろ砂に沈んでいく。根性が足りないだけ。うなれ、私の両足。いやー、空回りしまくい夜。これ以上沈んだら息が。窒息タイプの地獄だったんや。あれ、何、なんか、どうした？なんか下におるんじゃ、愛地獄やけん。なんかこの巣の主が。違うのかな？固まって、何その。銅像化させるやつじゃ。なんか人の体をさ、石化させるみたいな、そういうフェチがありますよね。そういう感じ？抜けない。これなんて労働人ですか？うん、こういうパターンあるよね。壁にはまって動けない系の同人誌ありますよね、これ。ちょっと待って。なんか、あ、出たな、この巣の主。なんで、何の音、何の音や。すげえ、もだえてる顔が可愛いですね。これサムネにしようかな、なってくらい。こういう攻めくか。ニョルニョルしてる何かが、湿った感じの細い何かが。もう表情も相まって同人誌にか見えませんよこれ。なんでこれ R18 じゃないんや。強い意志を感じる。強い意志を感じる。異能バトルのセリフや。何されてる私。今なんかすごいすごいこれ。怖いじゃなくてすごいなんや。なんすごいってなんやろ。いや、まずい気がする。これずっとされてたらダメな気がする。何をされてるんだろうな。よくないことされてる。よくないこと。これはダメ、違反、ルール違反。地獄にルールがあると思うな。
その顔はあかん、その顔はあかんって。なんだろう、この、この目覚めちまいそうだな。これ、無理かも。これ、その、無理かも。はい、こういうシナリオを作った人、絶対読んでる。そういう同人誌的なやつ、絶対読んでる。無事か、これ。それをこういう形にするもするんでさ、なかなかやなと思う。やば、力抜けてくれ。どうにかしないと。声優さんもいい演技しますね。ここら、それは。あ、抜け出そうとするとさ、攻めてきて力を奪ってくるみたいな。力が入らない。やるなら優しく。優しくして。あー、これはライブ中継したらさ、有料会員増えますわ。稼げるな、そりゃ。そうだわ、そりゃそうだわ。あそこで次ね、もう一つこの松井さんのイベントがね、見える場所がこの、なんて読むかな、随圧地獄ってところらしいです。もういいってば。1個なんかいちいち進んでお金稼ぐときにイベントが見えるんだろうな、また。さて、本題っていうか会社目標、本編片足の馬ちょっと挑んでみたいなと思います。だ、普通にディフェンスバフかけとくか。ここでキリクと戦うかな。なんですかここ、ぬかるんでて歩きにくいところですね。こんなとこで、こんなところで決闘するみたいな感じの話になっとんかな。片足沼だ、気をつけろよ。深間にはまると危ないぞ。わかりました。腐敗ガスが溜まってるところがあるから、それも気をつけてね。私の武器って火なんですか。確かに可燃性じゃないでしょうね。まあ多分大丈夫じゃないかしら。なんでそんな不安そうな顔してるんだ。お前ジョの人間だろ、調査してないんか。適当だ。爆発してさ、 You are dead とか出てきたらどうしようかな。てか亡者もそんなにいない地域だけど、そうなんじゃ。どうしてこんなとこに来たの。うん、ちょっとした用事というか。皆さん、少々お待ちください。なんだメズパイ、何か検知した。ん、どうしたメズ、何かあったか。足が沈んでしまった。すぐ抜け出します。お前重たいからな、がっつりハマったら助けを起こせるか自信ないから、ほんと気をつけてくれ。それになんかメズは水に弱そうな気もするし、なるべく乾いてそうなところを行ってくれ。了解しました。水が弱いっていう点はやっぱアンドロイドやけんあるんですけど、それは戦闘では関係ないらしい。水属性っていう攻撃がないらしいからね。あ、お前出てくるんか。おいヘルメット、なんでお前までここにいるんだよ。従業員した思いはねえぞ。いいだろ、俺がどこにいようが勝手だろ。まあそれはそうだが、金は出さんぞ。いいよ、この前の件、お前がどうするか気になってるだけだ。この前の件、あれか。ま、お前が順当にお釈迦になっても、それはそれで見物だしな。そう簡単にやられてたまるかっての。そうだ、キリクとここで決着つけるぞ。いや、キリクがおるんかは知らんけどね。そんなわけで、ガンガン進んでいきます。まずはアイテム、デバフアイテム 25% テクニカルを減らす。テクニカル、クリティカル率を下げさせるってことか。どうなんだろう、いちいち使いよるようなアイテムなんかな。とりあえず戦います。わーお、白タイプのゴミだらけで、あんまり相手したらないよ、こういうやつら。燃やせ、これは早めに潰しとかなあかん。全員全体攻撃でもいいぐらいじゃん、これ。一発対等でこいつの攻撃は食らいたくないっていう思いがある。厄介やけんね。
わった。あーわーわー、そういう感じのやつか。団体様だった。一人プーって出てきた。飲み会に仕事を都合で後から遅れてやってくるやつみたいな。スピードのせいでメズパイが一番最後に行動することが多いんですけどね、最後とどめさせたんこいつみたいな感じでよく表示される、そのせいで。道なき道多すぎません？大体この道なき道どうやって突破するか知らんのやけど、なんか方法はあるんだろうけどさ、その方法が今のところよく分かってないんですよ。よくどころか何も分かってないんですね。これ花消去亡者よ、花の概念がなんかあるみたいやけどよく分かってないよこれも。よく理解せずにやりようからね。地吐くタイプは早を潰しておきたいね。まあできるだけ全体攻撃惜しまず使ってもええでしょうというところ。結局道中の戦いでさ、ダメージをなかなか食らわないようにしておけばさ、いい感じでボスまで繋げれるわけやけんな。とかやりよったら亡者、しかもユニーク亡者のやつ結構ユニーク増えてきて、めっちゃ蝶々おる。これ一匹たりとも残したくないような感じのやつやもんな。ここもちょっと思いっきり全部っぱでいくよ。この蝶々は残しとったらほんまにまずい。惜しみなく使っとこう。めっちゃ出れとる、めっちゃ出れとるわ。ちなみに俺は頭ではなくお乳をもう撫でてあげるけどいいっすか。これなんだ、夜食用バフのやつじゃん。はいはい、あ、亡者が下にもおる。こいつも回収しておきたいな、どうせなら。亡者はさ、2、3体、毎日2、3体ぐらい回収しておきたいから。さて、ここもね、思いっきり全体攻撃を使っておいて、惜しみなく使っといた方がいいと思う。この粗大ゴミのでかいやつがさ、結構攻撃高いよ。それに合わせて、蝶々も倒しておきたい。まあ、結局のところさ、ダメージを受けんためにも攻撃の高い技をブッポブッポしていきたいわけなんですけど、残ってしまったでかいやつ。アッパー一発ぐらいはまあいいでしょう。あとは単体攻撃、全員単体攻撃で回復が間に合うんだったら回復しといてもええかな。間に合うかな、間に合うかったかな。ちょっとさ、メズパイのスピードを上げれるんだったら上げたいなと思うんですけど、そういうアイテムがなかなかない。まだ蝶々来た。蝶々を早い目で潰しておくことが、ほんまに、重要な、ファクター。もう、エロよ、もう、エロよ。トモイの攻撃が効くんだよね。これも全滅した？オッケー。いつもここだったぞね、君。スピードこそいけんさ、お前がとどめ刺したみたいな扱いになった。アイテム欲しいけどさ、大大軍と戦いよる余力があるかどうかっていうのがちょっと恐ろしいな。一旦ここ避けてしまおうかな。あ、イベントがある。わあ、白タイプ嫌やって言うんで、白タイプ嫌やって言うんで、いろいろ余力残しておきたいっていう気持ちはさ、考えさせてくれへんらんだし、5体はちょっときついな。1匹対等で残したくないっていう気持ちがここでも出てくる。これでどれだけ倒せるかな。あー、倒した倒した。全体攻撃使いよったらちゃん、あー、お前おったんや。また1人出てきた。いつもなんか飲み会に1人遅れてくるん。なやねこいつ、何の仕事しようか知らんけど、ブッパ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 、オッケー。そしてイベント、イベントもさ、先にもなんかちょっと続いてそうな感じがするが、さあここでキリックが出てくるか。結構歩いてきたけど
どういう目的？歩きにくいし、臭いし、汚れるし、もう帰りたいです。この辺りだと思ったんだが、すまん、もう少し頑張ってくれ。これでは何かを相手する前に我らが先に疲れてしまうぞ。もう少しの辛抱だ。ほら、おっさんを見習え、息一つ切らしてない。そんなことないぞ社長。むしろ一番ぜんぜん言ってないか、年か。何回か倒れてしまったのを助け起こしていただきました。メズパイの、メズパイを支えるためのにちょっと余力ちょっと割いとんでないか、お前。出力に警備の影響、ボディメンテナンスが必要です。今日はこの辺にしとくか。ここまで来て。ねえ八代さん、何か変な匂いしませんか？え、誰か兵こいた？変な匂い？いや、もう沼自体がずっと臭いし。いえ、また違った何かというか、この先から。よくわかるね、ともちん。言われてみれば確かに何か匂う感じが。じゃあキリクちゃうな。キリクとはなんか別のなんかがおるんじゃ。拙者にもわかる。匂いではなく、ただならぬ雰囲気を。だが雰囲気？じゃあそっち行ってみるか。何もなければ今日は終了ってことで。アイテム、あ、そしてただなる雰囲気ってのはこれのことかなっていうもんがあるが、どうなんだ。凶暴、なんじゃこれ、中ボス的なやつが来た。初見の敵やけん、ちょっと押しまず使うぞ。さっきから押しまず使ってなますけど、なにこれ、ダメージの通りが本当に少ない。わあ、しかも気持ち悪い。メズパイ、あ、そんなにダメージ入ってないな。まあ、HP は減ってなくはないんか。ともりんがなんかさ、ちょっとここのゲージなんていうあれだったっけ、これ MP やな。 MP が減ってきとって、この MP が少ないままいろいろ技使いよったらステータスダウンにつながるっていう話を聞いたんで、回復入れとくもんですよ。他のキャラクターはそのままいつもの攻撃。あ、メズパイもちょっとアイテムで MP 回復入れとくか。 MP 回復のアイテム全然買ってないな。ここまで減ることなかったけん、食で買ってまで上がんな。おら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 、あれ大デバフ食らってないか俺、あれ気のせいか。ともりーん、ともりーんじゃないわ、地獄講師じゃ、ダメに食らったんは。ナノ能力がついたん相手。地獄講師回復させずに居合度のおっちゃんとトレードってもいいんかもしれんな。あ、待って、社長直々トレードするなら地獄講師じゃ。ちょうど HP 削られた時、これ敵が1体なんでね、全体攻撃がないっていうミスターイアイドの弱点はなしと考えてもるわけですからね。暴力 30% カットと攻撃力 30% カットが起きとるから。ファイナルトモリ来てる、これは使う。プレミアムパージも使う。地獄講師、あれ思ったより HP 減ってないな、気のせいだった。あ、思いっきりデバフ食らっとんじゃ。 60% マイナスってやばいな、えぐいな。こういう敵もおるのか。ちょっと交代して様子見るか。水産、そして海岸単体攻撃。結局さ、ミスターイアイドの攻撃力が高いんだよね。これでいこう。パージ、硬いな。こいつがこのエリアのボスなんか。でも時間かければどうにかなるかな。なんかすごいの来た。サーティーミリッツシスターズでそんなパーツあるよっていう背中のウィングが。おーっと、全体攻撃もある。どれぐらい削れた。いや大したことないな。
ここは特装撃っとく。八代は特装。ともりーん。回復はいらんな。普通にすごい日か。いつも通り。デバフ攻撃。海岸射してバスト。あ、耐性ありか。こいつに対してあんま、イアイドのおっちゃんの攻撃効かんのじゃ。タイム。だったらシフト変更で戻した方が、ありかもしれん。戻ってきた。デバフはついたまま。さて、メズパイのさ、この回復技ってさ、実は自分自身を回復することはできないってことを最近気づきました。残念。ちょっとその辺を考慮して戦わんかったらちょっとひどい目に遭う時があるので気をつけてくださいというところ。とりあえず一ノ瀬が半分ぐらいまで HP が減っとったんで回復に。何やってんだー。わお、なんか変な手術台に寝かせるみたいな感じの技を見てしまったけど、やばい、みんな MP がどん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 消費されている。ちょっと道中で使いすぎた。やば、 MP 回復アイテムが全然用意できてない。こんなに MP 使うこと過去になかったけんな。HP はみんな大丈夫。強いて言うならメズパイがちょっとデバフも効いとるのにみたいなところがあるんですけど、ちょっともうちょい攻めてみるか。オーバーアクション。でも削れて一挙けんな。これで丸のみされたのは一ノ瀬さん。一ノ瀬さんでもデバフがかかってしまったというところですが、肝心な HP のダウンはほとんどないんで、このまま戦闘を続行していくぞ。この HP 残量だったら MP が尽きる前に倒せそうな気がするけんな。これでいこう。削れる削れる。やつしらでもデバフがかかる。デバフばっかで HP、 肝心の HP はそんなに減ってないけんな。どうにか削れきれる気するような気がするんよな。あーやばい、 MP 回復アイテムももうちょい揃えておくべきだった。こっちも買っとくべきだったな。いてー、ほら、こっちのデバフも効いとるけん、攻撃力ほとんどなかったで。思ったより。防御力マイナス 60% もされとるのに、こんだけしかダメージ入ってないわけやけんな。いい感じに立ち回ってますな。しかし、こっからちょっと能力ダウンな状態で戦わされてる感じになってる。MP が尽きて。行くぞ。マジや、パージ。そしてトモリの炎、そしてこっちも行け、飛び立て妖精さん、ベーブで倒したんちゃう。倒した。もうハンカっていうような敵出てきたぞ。もう鬼とか関係ないね。鬼とか坊者とか関係なくなってきとうもん。え、今のはやばかった。もうなんか鬼でも亡者でもないような、ゴミでもないようなやつ着てるの。お前もう死んでるだろ。まさか人鈍器に出くわすなんて。人鈍器、人人人鈍器、人人鈍器。ああレアな経験したな。そんな言葉で済ます相手じゃなくない？やばいな、ブリーチでいうメノスグランデみたいなやつだったな。そんなにヤバい相手だったんですか今の。人鈍器。ああ、人鈍器って書く、こう書く。人を飲み込む器、飲み込みおったもんな。字のごとく人を丸飲みする器だ。まさか本気であれとやり合うためにここまで来たの。いや、さすがに人鈍器は想定しなかった。出るかって言われたら捕獲用の武装で来てたし。そりゃそうか。
捕獲用の捕獲とかしよんじゃ、ジンドンキって言われたとは倒すじゃなくて、ね、あんなの捕獲できるんですか。ほんまよ、あんなの捕獲するもんな。捕獲して何になるのって話じゃん。なんか吐き取ったら高価なもの手に入るの。ああ、ほんまに高価なものになるんじゃ。あれを使ったジンドン地獄ってのもあるから。この世界の鬼ってえげつない発想しますよね。ないな。仕掛けにも想定外だったが、当初の目的は果たすとも言える。何でもいいですから、もう帰りましょうよ。そうだな、この先をもう少し行けば沼も抜けるはずだ。うー、早くお風呂入りたい。おっと、ここで終わり。キリコは全く関係なかったわけですね。何が目的だったん結局。それは全然言ってくれへん。お、石積みのおっさんじゃねえか。ああ、そういうあんたも確か警視庁の孫受けの。え、なんでモブ同士でこんな話し合いになってる。自由だな、こんなとこで。今日は現場に出てないのかい。ああ、ちょっと今商売になんなくてよ。工事も滞ってるしな。町からそこそこの工事任されて儲かってるって話じゃなかったか。その工事現場にわけわからんものが出て困ってるんだ。え、それがさっきのジンドンキか。わけわからんもの。ああ、何かを知らんが相当ヤバいやつだな。なんだよ。でもなんかよくわからんけど、とんでもない強いやつが現れ回っとるってことか。本当かよ、そりゃ大変だな。町が捜査中だって言ってるけども、いつまでかかるかわからねえし、その間にこっちの会社が潰れちまいそうだ。なら、うちと同じ孫受けをやってみるのはどうだ。実は岸から、何でもいいからとにかく頭数を揃えろって話が来ててな。ああ、岸さんもやっぱ苦しいやな。人材の数がな。前からそんな話出たもんな。もしかして、ジョロウグモか。それからチラッと聞いたことあるぞ。ジョロウグモ、そういうやつ、ヤバいやつがキリクの他にもおるっていう話ですが、どんなやつかがわからんな。まだ見たことない。ああ、話が来てて、うちは受けようと思ってる。そっちもやる気なら口聞いてやるけども。そうだな、工事が伸びてる分の補填なんて超はしてくれんだろうし、背に腹は変えられん。よし、じゃあ岸の偉いさんに話を通しとくよ。いや、この辺一体の業者が全部結託していくような感じの展開になっていけるわ。共通の敵を目の前にして、いい傾向といえばいい傾向かもしれんな。チャプター9、ブレインバトル、頭脳派の戦い。頭脳チックな戦い始めようとしてる。あんまなんかこの世界に似つかわしくないような展開になってきてるかもしれない。なんだ？プレゼンバトルみたいな。なんか会社らしくプレゼンバトルみたいなのが始まるんかな。さて、今日も朝礼から始めるか。あれ？一ノ瀬は？一ノ瀬さんは用事で遅れるって、さっき電話が。蝶の人間やけん、こういうこともたまにあるってことですよね。なんだなんだ、サボりか。そもそもうちの社員じゃないんですけどね。そうですよね。社員じゃないのならそこにもおるがの。レッカ、おったー。なんでお前おるん。一人で何もできないっていうか、寂しいんですか。社長に要件があると言って聞かないので、とりあえず中にお通ししました。なんですか、女の口説き方なら教えねえよ。なんだよもう。まあいいか、それより朝礼だ。今日はちょっと重要事項を伝える。また何か大きな依頼でも。依頼とはちょいと違うんだが、俺がキリクと対マンすることになった。キリクさんと対マンって、対マンって何ですか。それ知らんのかい。わからずに驚いてたのかよ。あ、いえ、キリクさんの名前が出たからつい。まあね、対マンとは一対一で勝負することを言う。八代バーサスキリク、結果は八代の負けであります。てっきり怠けることかと。ふむ、社長には賞賛があるのか。私たちみんなでやってもギリギリ引き分けだった相手ですよ。主だけだと簡単にお釈迦にされるやも。
なんかさ、もうひき肉でーすになるんちゃうから、ひき肉でーすって、やつしろひき肉でーすってなんだよ、誰一人俺が勝つと思ってないのかよ、お前らの社長だぞ。そう言われましても、それに俺には秘策がある。昨日はそのためにあの沼へ出向いてたってわけ。あ、そういう理由があるんだよね。あの沼にも行ったら何かあったん、キリック対策の何か。人道機のことも含めて。あれはまあ想定外だったが、目的は汚れることだったからな。汚れること？さっきから何か匂うなって思ったら、もしかして昨日からお風呂入ってないんですか？すぐにお風呂を沸かしますから、直ちにご入浴なさってください。いやいや、これが秘策だ。どういう意味でしょうか？拙者にも皆目わからん、聞かせてもらってもよいか？ま、それは怠慢までの秘密ってことで。しかし一ノ瀬がいないのがちょっと残念だな。差し出やって勝つところを見せつけてやれない。そもそも蝶の人ですし。何、幼馴染にアピールしとくんか？まあ、あいつの代わりにこのヘルメットがいるか。なんでお前ここにいんの？なんだよ、お前がブザマに負ける様子を見に来ただけだからな。お、じゃあてめえにも特別に見せつけてやる、この俺様の勝利をな。よくわかんないけど、とにかくすごい自信。あんだけ賞賛ないって言おったのに、ここで新しく何か賞賛ができたんやな。おーっと、貯金が10万超えました。所持金が。罵倒されながら働いてますね、これ。もうこれでラストなんで。イベントこれでラストだから。とりあえずイベント、これ予定通りです。今日も京都で行きましょうか、せめく。なんか事務所のマネージャーみたいな感じになってるもん、これ。ため息が長い。なんか嫌なことあった？そりゃそうだろう。あれ地獄に放り込まれたと思っとったら下半身攻められよったもんな。現在進行形で嫌なことがあり続けてるのよ。まあ人生ってそんなもんですよ。もう生きてないけど。もう扱い悪すぎるな。地獄でも障害って犯罪だったっけ？私、いつまでこんなことしてたらいいの？前から言ってたけど、仕事の途中なんだけど。え？じゃあ、あのカバンには？デリバリーしなきゃいけない食品がまだ入っているわ。私も怖くて開けらんない。そうだな、もうそろそろさ、シュールストレミングスみたいになっとんねん。だけど何があっても仕事は完遂する、それがプロのルールなの。その鉄の石は買いますけど、それはもうテロですね。それで具体的に私はどのぐらいの期間ここにいたらいいわけ？資料見ますか？ちょっと待ってください、ジョハリからプリントアウトしてくるんで。あるんだ資料、最初に聞けばよかった。いや、ちゃんと最初に言われてたっけ？興味なくてももっと人の話聞かないとな、プロ。人の説明は聞いておくもんですよ、プロ。はい、戻りましたよっと。松井さんはどれどれ、あと2兆と7000年くらい。アクエリオンも真っ青なぐらい長い期間だ。5億年ボタンのさらに上位互換を持ってくるな。ね、いくらもらうんや、そのボタンを押したらもういくらもらえるんやお前。5000兆円くださいでさ、このボタンを押したりするんかな。冗談はよしこさん。はい、そんじゃ今日も張り切って攻めくいきますよって。ノリが軽いよ。始まるんか。あ、違う、これはさっきのエリアで見つけたユニーク亡者その2やな。新しいユニーク亡者手に入ったんですよね。どういうことだ、分かってくれたか？つまり私は死んでしまい罪人でもあったので、不思議の国のアリス感がある子ですね。ということですか？そういうことになるな。うん、そうですか、わかりました。受け入れるの早っ。え、
お仕事お疲れ様です。この度はご足労をおかけしました。ああ何か聞きたいことはないか。そうですね、特にありませんね。受け入れるは早すぎませんか。てかお前、ウサギの耳片方に偏ってんだよ。ふむ、何か問題がございましたか。いや、あんたみたいな亡者もいるにはいるんだが、普通の連中は地獄ってなんだとか自分の罪はなんだとか聞いたがるもんでね。ああ、申し訳ありません。確かに私、お聞きし忘れていましたわ。いやまあ、俺に聞かれても大した答えは用意できないからいいんだけど。あら、不思議ですね。答えを持たない質問をお待ちでしたの。これでさ、岩井ちゃんの生前の罪は強盗132件、殺人48人、脱走82回とかだったら、ってなれる。こんな顔で。ああ確かに牢獄に入れとっても次の日にはいなくなってる。となると私、死んでしまったのですね。なんで笑っているんだ。笑顔を絶やす理由がありまして。そんなもの、いつ何時もありませんわ。それがどこでも構いませんわ。育ちがいいんだね。地獄でも。昔祖母が言っていたのです。笑っていなさい、幸せそうに。何があっても笑っていなさい、そしたらきっと幸せになれる。こんな子を地獄に送り込むなんてやだ。あ、今の口先の言葉ですね。本音はこんな子が地獄にいたらどんな顔をするのか楽しみって思ってる。ふーん。だから私、一つも問題はございませんの。そうだよ、だいたい地獄に入る前よりも入った時に問題が起きてるんだよ。はっ、笑ってるだけに幸せになるか。そりゃあ楽だな。はっ、俺も寝てヘラヘラしてるだけで大金、大金持ちになってみたいよ。八代さんって変なこと言うのね。こんなの例え話に決まっています。要は気概や心構えの話。そうでしょ。人は運命から逃れることはできないのです。木の葉の一枚が川の流れに逆らえないのと同じでね。せめて私たちにできるのは笑いながらぷかぷか浮かび続けることだけですわ。陰気な考えで俺は好かんね。ええ、その通りですね。それではそろそろ参りましょうか。お世話かけて恐縮ですが、地獄のせめくに連れて行っていただけますか。ああ、暴れたり騒いだりされるより楽だし、いいか。そんな岩井ちゃんの一つ目の地獄は統括地獄だっていうのを、情報を見てきました。送る。承知しました。というわけでね、1日経ったらここでイベントが発生するはず。地獄講師イベントでまたこんなとこ来ちゃった。ふーむ、下見に来てみたのはいいが、驚くほど気配がないな。お前このエリア似合うな。なんかそうだな、亡者どころかゴミの気配すらないぞ。というか暗すぎて何も見えん。まあ夜な上に燃えだしな、街灯の明かりも届かん。ここはいつもこんな状態の場所なのか。どうかな、別の業者が清掃した後か、もともとあまりわがないのか。ま、少なくとも清掃に来るにはしばらく間を空けるか。うむ、それがいいだろう、無駄足にもならん。しかし下見に行くって社長命令を出すのに。おーい、なんか拾ったぞ。これはこの国のこけしってやつに違いないな。おーい、呪われる呪われる。そしてそのポーズなんかこけしはこけしだけど、それはまた意味合いが違う。てか変なもん拾うんだ、捨てろ。くそー、社長命令出したのに来たのがこいつだけとは薄情な連中だぜ。愛想つかされたんじゃないのか。割とひどいこと言うね、あんた。何だと。違う、
無給時間外労働よりも社員テレビゲーム大会を選ばれただけだ。そりゃそっち行くだろうお前。社員テレビゲーム大会とかやってんのお前。無給ってだからであろう。我が来てやったんだから腐るな腐るな。偉いな。そう言われれば地獄講師偉いな。ま、我も調査の一環。いやいや、持ち前の好奇心で来たんだがな。はあ、まさかが完全な無駄足になるとはな。こんなことなら俺もゲーム知りゃよかった。まあここの現状が分かっただけでもよしとしよう。今から戻ればゲーム大会に参加できるかもしれんぞ。ああ確かに、そろそろ時間だしだ。戻るか。時間？ああよそから来てるから知らないのか。夜はいいんだけど深夜は外出禁止令が出てるんだよ。外出禁止、ほうほう、それは興味深い。ちなみになぜそんなものが？よくは知らないけど蝶が出してるんだから蝶絡みなんじゃないのか。なるほどなるほど。だからお前も気をつけろよ。ま、ちびっこはそんな時間寝てるか。だからちびっこではない。はあ、結局今夜は夜の散歩で終わったってわけだ。最近ちょっと厳しくなってきたし、亡者の一体でも捕まえればと思ったんだがな。亡者のより好みをしなければ良いのではないか。男の亡者を一回も見ることないね。なると思うぞ。いや、そこだけは絶対譲れねえ。男の亡者なんて思いだけの何のモチベも上がらん。とにかくこれは会社方針だ。やはりうちの社長は面白いな。お前のこと地獄に送ってやろうか。どういうことだよ。楽にも欲にも流されっぱなしで大変興味深い。ある意味人間味があるなって話。うん、褒めてないってことはわかるぞ。なんだよもう。そうか、男じゃモチベは上がらんか。そこまでして女性を求めるとは。しかも王者の。なんか文句あるのか。いやいや、八代のことが知れて嬉しいぞ。そこまで女ひでりだったとは。言い方よ。そんなんじゃねえって。女の亡者ばっかり捕まえるのとそれは話が別だ。またまた正直に言っていいんだぞ。まあエッチな体の亡者だったらより嬉しいなって思うんですけどね。なんなら我が直々に面倒を見てやろうか。ロリは勘弁。はあ、お前が？そうだ、この我がだ。ふっ、なんだその微妙なリアクションは。ちびっこのお前ね、面倒見てもらうほど落ちぶれちゃいねえよ。親子っぽい見た見せるもんなこれ。お前ねね、人の行為をないがしろにしよって。やっぱりお願いしますとか言っても聞かんぞ。そんなことないね、断言する。金輪さんないね。2回も言った。おのれなんたる侮辱。何その元気玉を集めてるような感じのやつ。ま、格好以外の見た目はそこそこマシっぽいし、でかくなったらワンチャンあるかもな。言わせておけば我がでかくなる頃には貴様は中年だろ。地獄講師がでかくなったらおっぱいボインとかならんかな。な、すごい年食ってねえよ。でこら逃げんな。新しい技、慌てることしかできない全体毒攻撃。超威力に怯え、大攻撃デバフまで結構でかいな。すごいね、攻撃力デバフがここにもついてくるんじゃ。被爆者の皆さん、出た、祝いイベントです。これ祝いちゃんが地獄に方向を込めたらどんな顔になるのか。え、なに俺、何やってる。どういう状況これ。はは、言いながら座らせるだけの感じになってる。すいません、これあとどのくらい続ければ。そもそも何やってんこれ。被爆者の反抗的意思を確認、ペナルティを。ははちょっと口ごさえしただけで。すいません、口ごさえして申し訳ありません。やばい、なんかそういうプレイしてるのかなと思ってしまう。なんかストレッチさせられてる。
なんで健康的な地獄なんだ。運動量が低下しています。起爆者は速度を上げてください。無視 100% のライズアップみたいになってる。野球、強豪の野球部みたいなトレーニングやってるよこれ。それに動きすぎて心臓痛く、心臓痛いまでやいよんで。オーバーワークやな。顔がだんだんやばいことになってますからねあなた。こんな顔やるんだ。2000回に到達しました。2000回。絶望的な顔。そんなの絶対無理で。起爆者の反抗的意志をペナルティを追加します。もうペナルティって言葉好きね。一人前のバニーガールになれてもこういうトレーニングをしないといけないんだな。厳しい。バニーガールの世界は厳しいんだな。これ以上やったら本当に体壊れちゃう。でもこれも私の運命なので。受け入れるな。こんな言葉で受け入れるな。運動量が低下しています。起爆者は速度を上げてください。運動量が低下しています。起爆者は速度を上げてください。やばいな。可愛い女の子がひどい目に遭っているのを 見て興奮するタイプのやべえやつはこの動画おすすめですね。これ警告による改善が見られなかったのでペナルティを執行します。運動量いい声してますね。起爆者は速度を上げてください。いい声出してるねー。あーまだしてさらにしぶち。いい顔なってるねー。どこやに DV でも受けてるのかのごとくになってしまっている。あー、地獄から帰ってきたら抱きしめてあげないといけない。運動量が低下しています。お前それしか言えんのか。お前さ、これ終わったらスイーツ食べに行こうかとか言ってやれんのか。お前はアナウンスです。規定の回数まで残り1950回に到達しました。50回しか減ってないね。頑張ります。頑張りますから。一、二。見てられねえ。一、二。ごめんなさい。頑張りますから。悪いゲームだこれ。見てらんねえ。